サプリで効果が出ている体感はないけど、なんとなく飲んでおいた方がいいかなと思って効果を感じられないままサプリを飲んではいませんか？はい、こんにちは。突然ですが、皆さんはサプリって何か飲んでいますか？忙しい毎日の中でも手軽に取り入れられるサプリは、栄養が不足している現代人にとって嬉しい商品ですよね。ドラッグストアに行けば簡単に手に入りますし、水と一緒に飲むだけ、時間や手間かかりません。しかし体感はないけど本当は効いているよねとか、これまで続けてきて今やめたら後悔するかもなんて思ったりしませんか？私も今よりプラス12キロあった時は、結構いろんなサプリをね、片っ端から飲んでました。しかしどれも思ったような効果っていうのが得られなかったんですね。それだけではなくって、サプリの種類によってはかえって老化を加速させてしまう、代謝を低下させてしまうものもあるんです。ということで、今回の動画は今すぐやめて老化するサプリメントというテーマでお伝えをしていきます。このサプリメントが効いているのか疑問がある、毎月何千円もかかるようなサプリを飲んでいる、サプリメントって本当に必要？なんて思っている方がいれば、今日の動画見ていただくことで老化するサプリメント2選、これ押さえておきましょう。サプリメントに頼らない食事も分かっちゃいますよ。体に良かれと思って飲んでいるサプリメントにどのようなリスクがあるのか分かりやすくお伝えしていきますね。またサプリメントに頼らなくっても健康的に美しく変わっていきたい、自信を持った毎日を送りたいという方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。老化するサプリメントの2選です。最初お伝えしておくと、今回の動画で言う老化するという言葉は、あなたの体に悪影響が出てしまうということで、これを飲んだら明日から顔がシワシワになってしまうという意味ではもちろんないですよ。そんなまるで浦島太郎の玉手箱みたいなサプリはないので、ご安心ください。ということで、早速老化するサプリメントについて詳しくお伝えをしていきますね。老化するサプリメントの1つ目がビタミン A です。緑黄色野菜に多く含まれるビタミン A は、老化防止や健康を保つために重要な成分です。しかしこのビタミン A のサプリ、おすすめできないポイントが2つあります。まず1つ目は、肺がんになるリスクが高くなる可能性があること。2つ目は、寿命が短くなるかもしれないことです。というのも、50歳から76歳の男女7万7000人の生活を10年間モニタリングした研究結果で、ビタミン A を過剰に摂取している人は肺がんにかかるリスクが上がったということが分かっているそうです。また他の研究でも24万人を調べた結果、ベータカロテンもしくはビタミン A のサプリを摂取している人の死亡率が最大で 10% も上がったそうなんですね。この情報を見た時、衝撃すぎてもう目がね丸くなりました。どうして体に必要な栄養素なのにかえって健康に害があるのか。その答えは、ビタミン A は体の外に排出されにくいという特徴にあります。つまり排出されにくいビタミン A をサプリで定期的にしっかり摂取しすぎてしまうと、当然ビタミン A が体内に蓄積されていきますよね。でも体は過剰な量のビタミン A を必要としていないので、肝臓が正常値に戻そうと頑張ってしまうんですね。しかし肝臓が頑張り続けていると、いずれ能力の限界を超えて肝臓にダメージを受け続けてしまうんです。そして肝臓にダメージを受けると、体の中の毒素を分解できず、毒素が体全身に行き渡って老化や肌荒れにつながってしまいます。ちなみに肝臓とダイエットの関係についてはこちら、肝臓が助けを求めている、肝臓を若返らせて代謝を高める食べ物という動画でお伝えをしているので、気になる方、概要欄にリンクを貼っておくので、また後でチェックしてみてください。ちなみに、ビタミン A
といえば、人参を毎日食べているけど大丈夫かなと思った方いらっしゃるかもしれませんね。ですが、毎日人参を食べたからといって肺がんや死亡率が上がるわけではないのでご安心ください。サプリでは特定の成分が凝縮して入っているので体に蓄積されやすいというだけです。つまりビタミン A をサプリで取り入れるときには注意が必要なんですね。老化するサプリメントの2つ目はオメガ3。このオメガ3は DHA、EPA という名前でもサプリとして販売されています。これらは簡単に言うと魚の油のことです。皆さんご存知のようにオメガ3はダイエット、健康、美容にとって大切な栄養素でしたよね。例えば血液をサラサラにしたり、代謝をアップしてくれたり、炎症を抑えてくれたり、あと美肌効果まで期待できます。体の内側からアンチエイジング、体質改善したい人に欠かせない成分ですよね。また魚が苦手な人にとってはサプリで簡単にオメガ3を摂取できるのでとても便利だと思います。しかしこれもサプリメントから摂取するのあまりおすすめはできません。なぜかというとオメガ3は酸化しやすいサプリメントだからです。酸化とはその成分の質が落ちていくと思っていただけると分かりやすいかと思います。つまり酸化している質の悪い油を取ってしまうと体はうまく代謝することができず炎症を起こして細胞を傷つけ老化の原因になってしまうんですね。また質の悪い油を分解するのは肝臓なのでこれまた肝臓に負担がかかりすぎてしまいます。その結果肝臓の機能にこうちょっと悪い影響が出ちゃったりだとか、あとは脂肪肝を引き起こす原因にもなりかねません。じゃあ酸化する前に買ってすぐ飲めばいいのかなと思った人いるかもしれませんが、実はこれもダメなんです。というのもハーバード大学の医学部が人気のオメガ3サプリがどれぐらい酸化しているのか調べてくれたんですね。もうさすがハーバード頼りになる。そうするとこれぐらいだったら酸化していないよねというラインの7倍以上も酸化していたそうなんですよ。怖くないですか？どういうことかというと店頭に並んでいる段階ですでに酸化しきっているほどオメガ3サプリは酸化しやすいということなんです。一旦まとめていくと老化するサプリメントは1ビタミン A、2オメガ3でしたね。これらのサプリが体の老化につながってしまう可能性があるということは分かったけど、サプリ飲まないと不安という方もねいると思うんですよね。実際私はサプリに月にね何万もかけている。サプリを飲まないと不健康になったり太りそうで怖くてやめられないっていう方もね多く見てきました。しかし私がおすすめしている食べるダイエットを行うことでまずサプリに頼らずにお食事のバランスを整えて健康、美容、アンチエイジング全て同時に叶えた人っていうのも多く見てきました。ではどのような食事をすれば、まずはサプリに頼るっていうことではなくって状態がいい体を作っていけるのかということについて今からお伝えをしていきますね。先ほどお伝えしたようにサプリメントは濃縮された成分がギュッと詰まっているので取りすぎは注意が必要でしたね。またサプリの含有量はピンキーで効果が不透明なものも多いですし、カプセルの品質が粗悪で消化代謝されずに体内、胃の中とかにね残って気持ち悪くなっちゃうということもあったりするんですよね。そもそもサプリメントは栄養補助食品なので、サプリメントだけでは栄養を賄えるっていうものではないんですね。なので基本的には食事からしっかり栄養をとっていくことがもう基本中の基本です。では今回紹介したサプリの代わりにはどのような食材を摂ればいいのかということですよね。というとこちらです。ビタミン A は豚レバー、鶏レバー、うなぎ、取りやすいもので言うとこういったバターとか、あとは卵ですね。卵取りやすいですよね。あとは人参をはじめとした緑黄色野菜とか、かぼちゃ、ほうれん草とか、モロヘイヤとか、
小松菜とかパセリとか、まあ、こういったものから摂ることができます。そしてオメガ3については高品質なオメガ3オイルをある食材から手軽に摂取することができちゃうんですね。それがこれです。じゃん、サバの水煮缶。私の YouTube チャンネルでは常連さんでございます。というのもサバの水煮缶はしっかり空気を抜いた後にピッきっちり密閉しているのでオメガ3が酸化していないと言われているんですね。それに加えて何より安い、主婦の味方ですよね。つまり新鮮なオメガ3を摂取するのであれば最高の食品だと思います。高いお金を出してサプリを買うよりよっぽどね、効果もあるんじゃないかなと思いますよ。サバ缶や青魚が苦手っていう方は、まあ、こういったアマニ油とかね、エゴマ油をサラダにちょろってかけるのもいいですし、あとお刺身もおすすめです。こういった個包装のものの方が私は、まあ、酸化していないかなっていうところで結構ね、こういったものを気に入ってますね。ちなみに含有量が少し減りますが、青魚以外の魚でオメガ3を摂ることも可能ですよ。他にもクルミとかチアシードにもオメガ3が含まれていたり、アマニ油などとは異なって加熱調理可能なカナリナオイルというのもオメガ3が入っています。では次にサプリメントに頼らない食事って具体的にどうすればいいのかっていうと、9大栄養素である糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカル、水、酵素、こういったものを摂ることが大切になっていきます。これらをしっかり摂ることで体の中で化学反応が起こって痩せやすい体、健康的な体、若々しい体を手に入れることができちゃうんです。とは言っても9つの栄養素どうやって摂ればいいの、なんだか難しそうって思った方多いかもしれません。その気持ちよくわかります。しかし料理の大の苦手な私でも摂れるぐらい実はとても簡単なことなんですね。その詳しい食事例についてはこちら、食べても太らない1日の食事密着動画 Vlog シリーズですね。こちら10本ぐらいね、いろいろ1日の食事とか1週間の食事公開しているので参考になったら嬉しいです。それでは最後にまとめていきましょう。ちなみに私が12キロ痩せてきた経験、保健師、ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く知りたいという方のために専用の公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。食べ痩せの教科書やレシピ、食べ痩せ診断ツールプレゼント中です。 YouTube の内容より実践しやすくなるようにいろいろ工夫をしているので、気になる方は LINE の方もフォローしてみてください。さて、サプリメントに頼らない食事のポイント覚えていますか？ビタミン A、オメガ3、最後に9大栄養素についてギュッとね、凝縮してお伝えさせていただきました。サプリメントでかえって老化しないようにしっかり栄養バランス整った食事をとっていきましょうね。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。食事からキューティー、松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。